暑い中をようこそのお運びでございまして誠にありがとうございます。出てまいりました私、名前を滝川李強と申しまして、本当に暑い毎日で嫌になっちゃいますね。このところ私も前座の頃からだいたいまともなところにあんまり住まっておりませんで、まあ、一番最初は4畳半一間25,000円、当然トイレ、共同、風呂はなし、で次にもうちょっと広いところへ越しましてね、6畳一間30,000円、やっぱりトイレ共同だけどトイレの数は増えましたね。2階と1階に2つずつ大小とあるという。ただやっぱり暑い時は大変でございますよ。冷房器具というものが特にないですからね。うちにあったのがあのうちわが3枚、これで一夏をなんとか越さなきゃいけないという、まあ一応センスもあるんですけどね、これはまあ一応商売道具ということで、よっぽどでないと使わない、だけれども池袋というところで、結構便が良かったですからね、寄席も近いし仲間内が遊びに来たりなんかするんですね、兄弟子やら弟弟子やら、同輩やら、で4畳半6畳一間のところへ、夏場ですよ、むさい男が5人も6人もくっていうにこと書いちゃ暑い暑いって分かりそうなもんだ、そんなことはね。でなんかねえのかっていうと、だからそれしかないから、で3本だからね、取り合いになっちゃうんだよ、内輪もめというんでございますがね。もうちょっとねいいのはないかって思ったら、それはね一応師匠のとこにはあるんですよ、私の師匠の李翔というね、このとこには一応もうちょっといい冷房器具があるんだ、扇風機でございますよ、ただねこれダメなんですね、これ師匠のとこにある扇風機は、近所のあの潰れた会社からもらった扇風機でございますから、そういうのよくないんですよ、首が回らないんです。同じ方角からしかあの風が出てこない、だからそれはまあ師匠の地域はまあ一応扇風機には当たれるんですけどね、自分家はまあ内輪で我慢するよりしょうがない、そんな夏をずっと過ごして、まあ今ようやくね、まあ状況も状況で、変わりましたから、もうちょっと広いところで住んでますよ、8畳一間でございますがね、まあまあ何でもいいんでございますが、そんな夏を過ごしてこれからどうやっていこうかなというところでございますが、もうちょっとの辛抱でございますから、のんびり落語でも聞いてね、ここにいりゃだいぶ涼しくなりますよ、途中からなんかあれ本当にさっき暑かったかなって、なんか自分がおかしくなってるようなね、感じもいたしますが、またこの異様な雰囲気が何とも言えませんね、これね。何ですかね、ここの空間は、コンクリートの打ちっぱなしのような、不思議な空間でございますけれども、一体何どんな話やっていいのかなって迷っちゃうんですね、こういう時はね、迷った時にはやっぱり先人の教えってのはありがたいもんで、この3つのうちから選べばいいよっていうね、そういう昔からの教えがあるんですよ、三宝と言いましてね、これはまあ3つの棒がついている話の種類ということでございますが、三宝、1つ目の棒というのが、まあ今あんまりこれ言っちゃっちゃいけない言葉に入ってるんでございますがね、まああえてすいません1回だけ言わせていただきますが、つんぼうという、これはまあ要は耳の、ご不自由な方でございますよ、こういう方がまあ出てきてちょっとこう面白おかしい話、こういうのは我々、話かやっても構わないよというふうに言われているというのが、これ喋る商売でございますからね、やっぱり聞こえなくちゃ意味がないんで、耳のご不自由な方というのはこういう、まあ落語機関、落語寄せ、こういうところにはまずお見えにならない、だからやってもいいよと言われてはおりますからね、だからまあ今日この会場にもそういう方はいらっしゃってはいないとは思いますが、お身内の方にいらっしゃる場合がございますからね、これあらかじめお詫びを申し上げる次第でございますけれども、で二つ目の棒という、これがケチン棒でございましてね、ケチな人がなんかこういろいろ失敗をする話、こういうのはいくらやっても構わないよというふうに言われてる、というのがこういう落語会あるいは寄席、これはもう、基本的に木戸線入場料というものを頂戴をして、まあ、お客様、こう入ってくるわけでございますから、だからケチな人ってのはこういう落語会寄席には来ないですね、今日だってそうです、皆様方からいくらかでございますか頂戴をしているわけでございますよ、ありがとうございます、おかげで我々なんとかなってるわけでございますからね、
ですからこういう会場には来ない、来ないですよ。前通りかかって客、お客さん4人呼ば、あの客引きというかね、この店員さんに呼ばれたって入ってこない、どうもお客さんいらっしゃいまし、お、な、何何お前、何お前って驚くんじゃないんですけれどもね、どうです寄ってきませんかの寄せなんですけど、ああ何これ、何やってんの寄せって、ですから落語ですとかね、漫才、手品、そんなものやっておりまして、ああそう、うん、で何それ見てどうすんの、どうするって言われると改めて聞かれると弱っちゃうんですけどね、まあ、見て笑っていただくんですけど、ああそう、うんうん、じゃあちょっと行ってみようかな、ちょっとお客さん待ってくださいよ、いやこれあのね、入っていただくにはあの入場料、木戸線というものを頂戴しなくちゃいけないんですが、あ、何これ、お金払うのこれ、冗談じゃないよお前、笑うのにお金を払う、いい、それだったらね、俺家に帰って神さんに脇の下くすぐってもらって笑うから、なんてね、ケチな人というのはこういう落語会には来ないですから、まあ今日この会場にもそういう方はお見えではないとは思いますが、お身内の方にいらっしゃる場合がございますから、あらかじめお詫びを申し上げる次第でございますけれども、三つ目の棒という、これがあの泥棒でございましてね、泥棒が出てきて、まあちょっとこう、失敗をする、なんか間抜けなことをする、こういう話はいくらやっても差し支えないと、そういうふうに言われております、我々がなんかこう間抜けな泥棒の話したところでね、客席の方でやいこの野郎、いい加減にしろ、さっきから俺たちの仲間の悪いことばっかりやって、おう俺の勝負泥棒だなんというお客様はいないわけでございますよ、ですからまあ今日この会場にもそういう方はお見えではないとは思いますが、お身内の方でいらっしゃるバカなことを言っておりますけど本当にお詫びを申し上げますが、まあまあそういう泥棒のお話という、これは我々の中でもあのお客様の気持ちをこっちに取り込もうというんでね、縁起の良い話とされているんでございますよ。まあもっとも泥棒ったって落語の泥棒でございますから、あんまりまともなのは出てこないですね。名前だってね、石川五右衛門なんてのは出てこない。その遠い親類のまたその知り合いで小石川二右衛門藩とかね、いたち小僧の西郷兵衛とか、なのしか出てこない。ただまあ落語の中に出てくるんで、なんか考えることは結構大きいこと考えたりなんかしてね、なんか一つ大きなものを盗んでやろうって考えた、何がいいだろうって、あの賽銭箱、一番大きなのはどこにあるかなと思ったら浅草の観音様、あそこの賽銭箱はまあまあかなり大きいんですよ。とてもじゃないか、しょえたもんでもないでしょうけれどもね、まあそれをしょおってんね、どっかから大きな風呂敷仕入れてきて、夜中、忍び込みましてね、肩に担いで風呂敷で包んで、俺でもってこうえっちらおっちらどっか脇道から逃げりゃいいんですけれども、妙に堂々とした野郎でございますから、あのまんまん中見せをこうつってんでこうえっちらおっちら逃げようとした、しかしいくら真夜中とはいえ、あそこにはちゃんと門番さんがいるんですね、ご案内でしょうけれども、あの二王様ってんでクラクラこんなになってね、いるわけでございますよ。泥棒がそう賽銭箱を担いで逃げていく、二王様だって黙ってるわけにはいきませんから、あのお堂から大きな体ぬーんと出てまいりましてね、その泥棒を後ろからドーンとついた、疲れたから泥棒におっぽり投げてそこへバタンってんで倒れてしまう、その背中の上から二王様のあの大きな足でもってギューってんで踏んづけられたからたまりません。微妙なお話で恐れ入りますけれども、泥棒さん一発大きなやつをブーッとやってしまって二王様にかかる、うん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 、くせえものくせえもの、泥棒がひょいっと顔を上げて二王かと言ったという、平安時代あたりから伝わっている話だそうなんですがね、苦情はその時代に遡っていっていただきたいもんでございますが、まあしかしそんなような、まあ間抜けな、ちょいっと間抜けな泥棒さん出てまいります。お話でお付き合いを願いたいんでございますが、どうしたいはっざ、忙しかったか、久しぶりじゃないか。どうも先生ご無沙汰いたしまして、忙しいってわけじゃねえんですけれどもね、どうにも困ったことができまして。何が、いや何がじゃありませんよ、私が今まで住んでたうち大家が陰謀な人でしてね、もうねいきなり今すぐ出てけってんですよ。今すぐ出てけは乱暴だな、乱暴な話でしょ。だから私もそう言ったんですよ、いくらなんでもね大家さんいきなり出てけってな、あんまりじゃありませんかったら、大家が言うには、じゃあお前今まで店賃家賃を一体いくつ貯めたと思ってるんだって言われて数えてみたらね、ちょうど1年と12ヶ月貯まってました。
お前それ2年と言うんだ、それ。あ、2年になりますか？何になりますかってのんきなこと。そんなに貯めたらいくら大家だって怒るだろう。そうなんですよ。まあ、大家さんが怒るのはしょうがねえなと思ったんですがね。いや、何しろ今すぐ出てってくれ。その代わり、出てってくれたらね、その貯めた棚地、これをね、帳消しにしてくれるってんですよ。そうかい。ほら、よかった。これがよくねえんですよ。いや、だってね、今度はほら、引っ越し先を探さなくちゃいけないでしょ。ああ、そりゃそうだな。うん。ああ、弱ったな。これが弱らねえんですよ。どっちなんだお前の話は。いいですからね。ね、友達が来ましてね、近々取り壊すかもしれないんだけれども、それまでの間だったらね、タダで住んでていって、そういう家を見つけてきてくれたもんですから。ああ、そうかい。そりゃ、間が良かった。これが良くねえんですよ。だからどっちなんだお前の話は。いいですからね。表をね、くずいお払いってのが通りかかったんですよ。お、こいつはありがてえってんで、うちの中へ呼び込んで、うちの中にある家財道具、こいつはね、全部何しろ善に変えてくれと。あ、そうしましたらいくらかの金になりましたよ。こいつをこう懐へねじ込みましてね、昼間の、ま、賑やかなうちはうちの中でもってじーっとしておりましてね、夜になって世間がこうしーんと寝静まった頃に、一人で静かに引っ越しをいたしまして、夜逃げと言うんだ、そういうのは。夜逃げですかね、なんだのんきなことを言って。じゃあその新しい家で、それでね、さっきそこで目覚ましたんですけれどもね、いやー、どうも家財道具が全くない家ってな、落ち着かないもんで、何しろね、空き家で留守番させられてるような妙な心持ちなんですよ。まあそれでね、あっしは商売が教授屋なもんですから、今紙買ってきたんですよ、壁紙を。こいつをね、壁一面にビターン綺麗に貼ったとこなんです。それであの先生にお願いというのはね、その壁一面に家財道具の絵を描いてもらいたいと思って、それであのお願いに上がったんです。妙なこと頼みに来るなお前は。だってお前それ家財道具ったって絵だよ、使いこないに。いいんですよ、使えなくったって。もうあっしはね、絵でもなんでもそこに家財道具があるなという、それだけでも気が落ち着くんですから。なんでもそうです、あのね、気で気を養うってやつですよ。昔からそうなんですよ。あっしはね、銭がないなと思ったことは一度もないんですよ。あっしはね、銭は本当はもうふんだんに持ってるんだけれども、生まれて30何年銀行に預けっぱなしと、そう思ってるんですよ。向こうからね、いい女が男を連れてずーっと歩いてきたってね、あのいい女は本当今日は俺の女なんだけれども、ま、隣の野郎に3年貸しっぱなしと。なんかずうずうしいこと考えてんだなお前は。これぐらいじゃなきゃね、世の中渡っていけませんから。すいませんけれども、その家財道具の絵お願いをいたします。いや、そうかい。いや、私もね、しかしその家財道具と絵というのは、そういうのはあんまり描いたことがないから。描いたことがないって先生、普段からそう言ってるじゃありませんか。ね、私は下手な絵の一つも描くよって。いいんですよ、その下手な絵で。人に物を頼むセリフか、それが。まあまあ、お前じゃ腹も立たないけれどもな。あ、いいよ。じゃあそこへ、愛の道具、カバンがあるからな。それ持って、その、新しい家、案内をしな。ね、先生、この長屋のね、これ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 。この家ですよ。これかい。これが近々、取り壊しになる。もったいないな。中へ入っていいかい。なるほど。綺麗に紙を貼ったね。お前は商売が教授屋だ。これだけの仕事ができて、棚賃払えないわけはないんだけれどもな。じゃあ、どうする？どうするってね、先生、何しろ分かって、支度してくださいな。そうかい。はい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 。じゃあどうする？どっから手をつける？そうですね。じゃあ正面の一番目立つところへね、総切りのタンスをお願いします。なんだ、いきなり総切りのタンスから行くのか。もう景気づけですからね。大きなね、頑丈そうなやつお願いしますよ。下はじゃあ三段の引き出しにしといてくださいな。そう。で、真ん中は観音開き。で、上、戸袋。戸袋開けて。右側開けといてください。空いてるところに預金通帳。なんだその預金通帳ってな。だから預金通帳がこう、ざっとこう山積みになってんですよ。一番上が日本銀行。いや、日本銀行ってのはお前普通作れないだろう。ですよ。気持ちの問題で、積むんで潰れないんだから、そこは。じゃあね、その隣。隣にね、茶壇数。真ん中ガラス戸でいいです。で、あの、三段の違い棚にしといてくださいな。でもって下にね、湯飲みと急須を。そう。で、真ん中の段に、夫婦の茶碗。お前だって一人もんだろうがいいんですよ、一人もんだって。ね、気持ちの問題なんですから。じゃあ上の段はね、そうだな。あ、小皿にね、羊羹。羊羹を、見切れお願いします。ちゃ。二切れは立ってる。一切れ寝てる。そういう羊羹でお願いします。ちょっとこう、爪楊枝かなんかこうさ、さ。じゃあ上にね、ちょっとラジオを置いといてもらえませんかね。天気予報聞こえますから。
聞こえないよお前、絵なんだから聞こえるような心持ちで書いてくださいってんですよね。こっち寂しいな。床の間になりませんかね。床の間、お願いします。あ、じゃあ下にね、あの政治の香炉置いといてくださいな。なんかこう毛布がこうファーって上がっているという、さあ、その隅っこんところへね、金庫を一つお願いします。金庫、あったもう扉開けて、札束が見えてる。だいたい8000万円、8000万円の札束、景気づけですからお願いしますよ。じゃあ上にね、あの、重しがあり、置き時計、大理石かなんかで囲ってある重そうなやつ。さあ、その間ね、開いちゃってんだね、そこね。そこ仏壇入りませんかね、仏壇。お願いします。あ、そうだ、あとね、この地の床の間もね、これ掛け軸ないと寂しいですから、なんかあの、大きな掛け軸お願いします。そう。で、そこにね、天照大御神と、どんと書いておいてください。あ、仏壇ね、仏壇の真ん中、阿弥陀様書いておいてくださいよ。それであの、右側にね、弘法大師、諸国暗夜の子、旅姿という。そう。で、あの、左側にね、南無法蓮華経としていただきましてね。で、あの、下の段のところにね、コーランと聖書を置いて、お前の収集一体何なんだ、それ。ですよ。だから、みんな仲良くしなきゃいけないんですよ。なんかいがみ合ってる場合じゃないの、本当にね。あ、じゃあそこの壁のところへね、ちょっと表が見えた方がいいですから、あの、窓を描いて、あの、で、表開けて、表が見える、表が。そう、あの、ちょっとね、お花かなんかがわーっと咲いてるのが見えるといいんですよ。いや、ほら、もう気持ちの問題ですからね、お花、あ、チューリップかなんかがこれ、ね、わーっとこう咲き乱れて、後ろの方で風車が回る。お前それなんか国が違うだろ、それ。いいんですよ、気持ちの問題なんですからね。あ、じゃあこっちをね、押し入れにしてもらえませんかね。カセット紙にちょっと上げといてくださいよ。ケンプの布団がこう顔を覗かせているという。さあ。上が寂しいなぁ。なんかそこね、なんとかなりません。乱漫ところ。なんかね、竜の掘り物かなんかこう、わーっとこう、そう、お願いしますよ。そいっから、投げしにね、槍を一本。なんだ、投げしに槍まで書くんですよ。遠目には本物ですからね。いや、この槍があるところを見ると、ここんちは侍の出だな。見えが晴れるんですから。侍だからね。ちょっとあの、そこ下のところへね、あの、仙台平の袴、脱ぎっぱなしに無造作にこう、バッと置いてあるという。さあ。あ、移行掛けもお願いします。所帯持ちですからね。移行掛け、そう。んでね、結城の着物がこう、スーッと下がってるんですよ。ほいであの、細紐にね、手拭いも一緒に、下げといてくださいな。さあ。しばちが欲しいな、そこにな。なんとかなりませんかね、先生。流し鉢。あのね、ケヤキの女輪も五本寸法でお願いしますよ。もう墨入れちゃってください。もう火も起きてる。鉄瓶が乗っかって。湯気がシューッと。そういうシューとかそういう音かけないんだ、私は。気持ちの問題ですからね。あ、じゃあ横のね、猫板。猫板でね、猫が寝てるけれども、今起きた猫。ちょっと待った、お前、難しい注文だよ、お前、それ。なんだ、その、今起きた猫。いや、だから、寝起きの猫ですから。なんかこう、猫が、うわ、なんてこう、あくびをしている。そう、先生、動物うまいね、どうも。よし、ここまでできたら、あとね、ちょっとあの、台所と玄関お願いしますからね。じゃあそこへね、へついかまど、鍋がこうね、鍋とかも一つずつ乗るぐらいにして、そう。あの、もう火起きちゃってんですよ。もう、ボン燃やしてください。お芋かなんかを煮ているという風情で、つまみ食いしないように。誰がするか、そんなことは、まあ大事ですから、いいんですよ。それやってね。じゃあ、あの、玄関のところね、どうしようかな。男もんと女もん、なんでもいいんですけどね。履物をちょいと一揃いずつお願いしますよ。それであの、下駄箱書いてね、下駄箱。そう。で、横にあの、ちょっと、ほうきとちりとりちょっと立てかけといて。そう。下駄箱はね、まあいい、あ、そうだ。上にあの、牛乳瓶乗っかってた方が、いいでしょうね。牛乳瓶お願い。中空っぽでいいですから、空っぽで。いや、空っぽったって、そこのところに白く丸く残ってるという。そう。うまいね、だまあね。できた。いやー、これだけ書いて先生もくたびれたでしょ。ね。じゃあ、これからね、家へ帰って。一人でお茶飲んでください。なんだおい、そのセリフは。私はそれはね、これが家帰って一人で持ってお茶飲むよ。飲むけれども、お前、私にこれだけの仕事をさせて、そのセリフはないだろう。そうですかね。なんかね、出したいけど、じゃあ、あそこの羊羹食べましょうか。私が今書いたやつだよ、それ。まあ、お前にここと言ってもしょうがないよ。まあまあ、いや、またなんかあったらね、うちに遊びにおいで。どうも、ありがとうございます。なんてんで。ああ、やっこさん、のんきなもんで。はっさん、これでいいやってんで、お家でも出かけてしまう。入れ替わりに、この長屋へやってまいりましたのが、最前申しました、落語に出てまいります、ちょいっと間の抜けた泥棒さんでございましてね。ですから、まあ、あんまりいい盗みもしておりませんから。生活苦な泥棒さんでございましてね。もう食ってるもんだって、ろくなもん食ってませんから、栄養不足。どうも、こんところ目が霞んでしようがない。物が二重に見える、ぼやけて見える。ああ、今度いい盗みで儲かったら一つ、名車に通ってみようかな、なんてなことを考えている、ちょいっとめっかちな泥棒さんでございまして。
あったね、どうも、世の中不景気だ不景気だって言うけれど、全くだよ、大きなところへ入りゃいいかって言うとそうでもねえし。あ、いけねえ、こうやってね、ぼんやり歩いてるとこういう小汚いところ入ってきちまうんだよな。あ、そうだ、こないだ親分がそう言ってたよ。うん、ちょいっとに汚ねえような長屋でもね、それこそ爪にシート持つようにして人財産こさえたうちがねえとも限らねえなんてんなこと言ってたけれどもね。へへへへ、おや、なんで、こんちは、まあ、障子戸が開いてるじゃねえか、物騒だね。泥棒さんが覗き見をして、ま、なんだいこのうちは、こんな長屋にしちゃ大したもん、家財道具が壁一面ぎっしり詰まってるじゃねえか、これ。あの隅にはなる金庫じゃねえか、これ。おっとっと、なんだよ、こんなところで人通りがあるんだね。今すぐってわけにはいかねえよな。よし、今晩はここへ忍び込んでやれ。ああ、泥棒が目をつけて帰ってしまう。夕方になりまして、八っつぁんお湯から帰ってまいります。どっかで一杯引っ掛けたんでございましょう。ほろ酔い加減。うちの中へ、うちへ帰ってまいりまして、小さな明かりをパチリッとつける。ちょいっと横になろうと思ったのが、そのまんま、ぐーという高い引きでございまして。だん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 夜が更けてまいります。昼間来た泥棒、またこの長屋へやってまいりまして、なんだよ、今度は障子戸閉まってるじゃねえか。なんだい、薄明かりがついてんだね。え、静かだね、いねえのかな。なんだよおい、小汚い野郎が一人で寝てるだけじゃねえか。あれだけあるんだ、正体持ちかと思ったけれどもね。あ、そうか、近所で近々建て直しかなんかがあるんだよ。あ、それで家財道具を一つここへとりあえず置いておいてと。あいつは留守番役だ。よく寝てるね、どうも。これなら気づきやしねえだろ。な、これでもってね、この障子戸締まりがしてなきゃいいんだけれどもな。ありがてえ、ありがてえ、締まりがしてねえんだよ、子供ちゃん。おっと、驚いた。なんだよ、この野郎、へっついの下にこんなに死が起きたまま寝ちまって。火事になったらどうすんだよ、まったくどん。あ、そうか、火事になる前に俺がみんな持ってっちゃえばいいのか。しかしすごいね、これは。おい、いっぺんじゃ持ちきれねえぞ。もう一旦家へ帰って出直すか。なんであの野郎、何を、うん、いっぺんじゃ持ちきれねえ、一旦家へ帰って出直す。泥棒か、あれ。面白いのか、減ってきやがったね。こんなうちから一体何持ってこってんだろうな。面白いからちょいと黙って見ててやろうじゃねえか。なんだったこの総切りのタンス、こういう中にはいいものが減ってんだよね。引き出しはね、下から行くのが定石ですよっと。絵に描いてあるんだこれ。なんだい、そうか、タンスを買ったらここへ置こう、間取りのつもりだ。なるほど、金持ちのやることはよくわからねえ。いいんだよ、こんなタンスなんてどうだっていいんだよ。確かこっちにね、金庫金庫金庫、扉が開いてるじゃねえか。札束見えてた。いただき。あれ、 どうなってんの、ちょっと、あれ、なんだよおい、この金庫もええかい、これ。だってあれ、ちょっとこのタンスがこうなって、こっちちゃタンス、ああなんだこれ。そうか、この野郎銭がねえもんだから、家財道具を絵に描いてみんなあるつもりになってやがった。冗談じゃ、おかしいと思ったよ、その猫板の猫、さっきからあくびしっぱなしじゃねえかこれ。あ、鉄瓶の湯気固まってんだ。あ、なんだこれ、あ、ラジオ、天気予報、明日は晴れって字で書いてあるじゃねえか、ふざけやがって。冗談じゃねえや、こっちだって昼間目つけて手ぶらで帰れるかい。よし、この野郎がね、絵に描いてあるつもりになってやるんだ。よし、こっちだって一つ取ったつもりになってやろうじゃねえか。悔しいな。あ、このな、タンスの日差し、こいつはね、ずっと開けたつもりだねえ。中に入っていた大きな風呂敷、こいつをこれバッと広げたつもり、上から中から雪の着物を三着ばかりもらったつもりと、真ん中の引き出しはずっと開けて、博多の帯を三本ばかりもらったつもり、一番上の引き出しはずっと開けて、お召しの着物に仙台城の袴かなんかもらったつもりだしょ。この金庫だ、金庫、ふざけやがって、ちくしょう。金庫の札束、1億3000万円ばかりもらったつもりだ。もうこの置き時計もらっとけ。これでもってこれをくるんでね、これから片足折って、これ、重くて、持
ち上がらないつもり。バカな野郎と。重くて持ち上がらないつもりだって。夜中に人んちで勝手に遊ぶな、この野郎、本当に。ちょっと待てよ。あの野郎今、金庫の中の金、1億3000万だっつったな。俺あん中に8000万しか入れてねえんだよ。そんな余計に持ってかれて黙ってるわけにはいかねえよ。よし、こっちも一つ乗ってやろうじゃねえかな。ケンプの布団をバッと跳ね上げたつもりだ。脱ぎっぱなしになってる仙台平の袴を履いて、細紐で持って、たすき十字にはやらし、手ぬぐいで持って手ぬぐい、鉢巻きよし、投げし買って槍を取って、鞘払って、二三度、流々と、しごいたつもり、泥棒の脇腹めがけて、プツーッと、ついたつもり、いててててて、と、疲れたつもり、ぐいぐいぐいと、えぐったつもり、違う、ダクダクーっと、出たつもり。